HR858 とは、惑星を持つことが確認されている、ロザの方向に、地球から約104光年離れた位置に存在する、恒星である。黄色がかった白色をしており、肉眼で観測することが可能である。しかし、四等級は6.4であるため、肉眼で観測することは困難である。秒速 10km の視線速度で遠ざかっている。 絶対等級は3.82である。HR858 は F 型主系列星で、スペクトル分類は F6V で、中心核で行われる水素の核融合によってエネルギーを生成している。年齢は約20億年で、時点速度は秒速 8.3km である。質量は太陽の1.1倍、半径は1.3倍である。 有効温度は6201ケルビンで、高級から太陽の明るさの2.3倍を放出している。年収し査が8.4の晩星である B が270、天文単位離れた位置で降転している。B は赤色矮星とされている。2019年5月、トランジット系外惑星探索衛星のトランジット法を用いた観測により、 少なくとも3個の太陽系外惑星が存在することが公表された。これらの惑星は全て主星の近くを公転しており、地球の約2倍の大きさのスーパーアースとされている。B と C は3、5の軌道共鳴となっている可能性がある。ありがとうございます。